じゃあ実際雄略天皇はどこからどこまで支配してたんでしょうか。松塾です。さあ始めていきましょうということで、まあ雄略天皇がまあ少なくともこの辺の地域ぐらいまではまあ支配してたなというようなのが分かるのは何かっていうことになるんですが、これまた埼玉県から熊本県ぐらいまではまあ雄略天皇を支配してたっぽいですねっていうのがまあ分かると。まあ、なんでかっていう話になるんだけど、埼玉県で稲荷山古墳ですね。はい。これ稲荷山古墳と言いますが、これよく間違えるんで気をつけておいてください、ね。これ俺もよく間違えます。はい。稲荷山古墳の鉄拳名。はい。で、熊本県ですか。いいですか。熊本県。熊本県の江田船山古墳の鉄塔名ということですね。この時代新幹線とかね、電車とかないですからね。ないですからね。埼玉県から熊本県って相当距離ありますからね。はい。歩いて行ったらやばい状態になっちゃうんで、そういう感じになりますが、埼玉県の稲荷山古墳の鉄拳名から、若竹の大君と書かれた、まあ、雄略天皇のやつが分かると。熊本県の江田船山古墳から鉄塔名で、若竹の大君っていうのが出てくるということになる。まあ、刀ですね。刀は要するに若竹の大君ですよってハンコバーンと押してるってことは、少なくとも要するに埼玉県から熊本県ぐらいまでこの雄略天皇っていうのは、支配してたんだなと。いうことが分かるということですね。はい。まあ、要するに、どこまで支配してたかを分かるために、まあ、こういう鉄拳名であったり、鉄塔名であったり、壺だったり、土器だったりっていうのは、調べるということですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。